スポーツ部長のテラです。今回のエクササイズのご紹介は、寒い中で筋肉のこわばり、肩こりであったり、ちょっと腰回りの重さ、だるさであったり、そういうものを解消するようなちょっとした体操、こわばり解消エクササイズをお伝えしたいと思います。私たちの体は筋肉が縮むことで骨を引っ張り動いていますが、寒いとこの筋肉の動きが悪くなる、筋肉の動きがなくなると熱を持たなくなって冷えてきてしまうので、循環が悪くなったり血管が縮まったりする、そのような現象が起きて、いわゆる日常的なこわばりであったりだるさだったりっていうものが起きてきます。そのこわばりを解消するエクササイズとしては、やはり動くこと、筋肉をより伸び縮みさせてあげて熱を持たせて循環を良くすることが大切と考えています。ですので、朝一だったり夜だったり、ちょっと寒いところから家に帰った時にやるようなエクササイズの紹介になりますので、一緒にやってみましょう。では動作の説明に入ります。はい、では動作の説明を行っていきます。私たちは普段見えてる箇所っていうのは前前方になりますので、どうしても前でばっかり動くこと、前で動くことが大半になります。ですので、普段使っていない、今日は横方向の動きですね、横方向の側面をストレッチするような動きになります。腰回りと肩回りを同時に行っていきますので、まず説明しますね。お尻を左右にこうやって振っていきます。少し膝を曲げてもらって真横にお尻を振っていく、これがまず最初のウォーミングアップみたいなものです。お尻を左右に振っていったら、手を上に上げていただいて、お尻と反対方向に腕を振っていく、これを徐々に大きくしながら20回ぐらい行ってみましょう。やっていきながら少しずつ柔軟性、動きが出てきたら手を振っていきます。ふふふふふ、このようなエクササイズを今日は一緒にやっていきたいと思います。では準備をしてください。はい、では一緒にやっていきましょう。足肩幅です。軽く膝を曲げたら、まずはお尻を左右に20回ぐらい、1トン2トン振っていきましょう。5 4 5 6、そうです、少しずつ大きくです。どんどん大きく振り回していきます。肩の力を抜きましょう。そしたら手を今度は上です。少し緩めた状態でいいので、頭の上で左右に振っていきます。あと5回ぐらいいきましょう。1 4 5、そしたら今度は大きくダイナミックに後ろで横で振っていきます。腕を左右に振る。お尻は横、腕も横、少しずつダイナミックに、スピードは自分ができるスピードでいいので、無理ない範囲で真横に大きく振っていきます。あと5回いきましょう。1 2 3 4 5。はい、 OK です。はい、今回のエクササイズいかがでしたか。寒くなってくるとどうしてもこわばって肩こり症状が出たり、腰が痛くなってしまったりという方が多くなってくると思います。また部活動をやっている、何か競技をやっている選手たちも、どうしても筋肉のこわばりを感じているときは、まず動かしてみて筋肉を温める、循環を良くする。で、今日については体の側面ですね、側面に対するアプローチ、腰回り肩回りに対するエクササイズを、アプローチを行ってみました。ちょっとした隙間時間でやってみてください。非常に呼吸が楽になったり、視野が広くなったり、体の温まってきて、いい傾向が出る方もいると思いますので、ぜひ試してみてください。今回の動画は以上になります。スポーツ部入部届お待ちしてます。入部届はチャンネル登録で。